庭園デザイナーの石原和之です。これが僕の大好きな長崎の僕の庭です。いつもチェルシーで使っている松やもみじ、そしてあやめの花を使って庭です。バーチャルチェルシーに参加できて嬉しいです。僕は今東京に住んでるんですけども、地元長崎に帰ってくるたびにだんだん人口が減ったり元気がなくなっていってました。その中で皆さんに来ていただけるように庭を作って、たくさんの方が喜んでもらえる庭を作りたいと思いました。そして世界中で庭を作りながら、この長崎に出来上がらない庭、永遠に作り続けていく庭をここで作ろうと思って頑張ってます。この庭は僕の大好きな盆栽をたくさん使っています。盆栽はなかなかメンテナンスが大変なんですけども、庭の中に盆栽を入れることで管理が楽です。そして春にはこのもみじのグリーンの濃淡が楽しめます。また秋になったらこのもみじの紅葉がすごい綺麗なんです。それが大好きで、この庭をちょっとずつもっともっとかっこよく仕上げていきたいと思ってます。僕は初めて2004年にチェルシーフラワーショーを出場させていただきました。それから2019年まで14回出場しました。このチェルシーの全てがこの庭の中に入っています。いつも僕は白い波紋を庭の中に作ります。また大好きなあやめの花、盆栽、もみじ、今まで作った全てのノウハウがこの庭に蓄積されています。
僕の庭の失敗は苔が好きすぎたことが失敗です。苔は世界中で乾燥してるところもあるので育てないところもあります。だけどずっと苔の庭を作り続けて世界中の人が石原イコールモスマン苔男だって覚えていただいたことで世界中から仕事をいただけるようになって苔のおかげで今は成功したと思ってます。チェルシーフラワーショーではいつもジャッジの方の説明をいただくことができます。そのジャッジの時に僕がダメだったとこ、これをたくさん教えてくれます。それが一つの僕の成長の原点です。もう一つはたくさんのお客様が僕の庭を見られます。僕の庭を見てどこが皆さんが気に入ったか、それによって僕はその頂上を伸ばそうということでこのチェルシーフラワーショーこそが僕の成長の原点です。2021年チェルシーフラワーショーに必ず行きます。皆さん待っててください。